ゆうた、リカを困らしちゃダメだろ。ゆうた、ゆうたって呼ぶな。おい、ごめん、あ、ごめん、ごめん、痛かった、ごめんね。ごめんなさい。大丈夫。ゆうた、ちょっと出てもらえる？ゆうたくん、嫌だ、一緒にいたい、嫌だ、嫌だ、ごめん、戻りたくない、ごめん、ゆうた、嫌だ、ごめんね、ゆうた、ごめん、ゆうた、ごめんね、ゆうた、ごめんね、帰って、嫌だ、お願い、本当にお願い、嫌だ、ごめん、ゆうた、一緒に暮らせないの、なんで、やだ、戻りたくない、ごめん、ゆうた、ごめん、ごめん、ごめんね、帰って、やだ、お願い、帰って、やだ、帰って、お願い、ごめんね、ごめん、ねえ、どうして僕を産んだの？全部、全部です。ゆうたくんにお母さんに会いたいって言われたんです。親が拒否してると難しいんだよね。母さん。おい、そんなとこで何やってんだよ。誰？親戚の子。ゆうた、お前帰んなくていいのか。おっちゃん。おう。私なんか何もないんだ。お、え、時計壊れちゃってんじゃん。お父さん、お父さん、すいません。あいつまともな大人じゃないからさっさと離れた方がいいよ。俺とユタは似てるよ。頑張り屋だし。イケメンだろ。それに母親はクソ野郎だ。ごめん、ユタ。クソ野郎なんかじゃ。ユタ、ユタって呼ぶな。帰って。なんで、どうして僕を産んだの。クソ野郎だよ。全部僕のせい。